マイクロカセットとミニカセットミニカセットはフィリップスによって1967年に開発されたオーディオ擁置記録テープ媒体の企画である。オリンパスが1969年に開発したマイクロカセットとは別の企画である。ソニー BM-610 ミニカセットレコーダー、主にボイスレコーディング用途で使用され、1980年発売の家庭用パソコン。 フィリップス P2000 の外部記憶装置としても使用された。コンパクトカセットやマイクロカセットなどの通常の磁気テープはテープの線速度を一定にするためにキャプスタントピンチローラーによってテープを駆動する。しかしミニカセットではこれらが省かれ代わりに巻き取り側リールによってテープが直接駆動される。これによりメカニズムが単純になりカセットの小型化にも成功した。 その代わりテープの線速度が一定ではない。また、ワウフラッターが発生しやすいため、ボイスレコーディング以外の用途には適さないシステムとなった。キャプスタントピンチローラーがないことからテープを小刻みに早送り巻き戻しするのに適しており、初期の留守番電話に使用された。また、イファイである必要はないが、信頼性が重視される口述、書き起こしの用途で使われ続けた。これは、 デジタル録音が普及してからもこの用途でアナログメディアが使われ続けたことと事情が似ている。ヒューレット・パッカードとバーベータムが HP-41 プログラム電卓のデータ保存用としてテープドライブ HP-82161A を1982年に発売している。このカセットはミニカセットと互換性はないものの非常によく似ており。 キャプスタンとピンチローラーを使用しない点も共通している。ありがとうございます。